はい、こんにちは。日本改革党、くつざわでーす。突然倒産して、学校やら自衛隊やらに多大な迷惑かけた、給食作る会社、ホーユーってところなんですけれども、2016年にですね、ベトナム人実習生を、3ヶ月3万円で、こき使って、で、ひどいでしょって文句言ったら、クビにしたっていう記事ありまして、超絶ブラック企業っていうか、なんでこういうとこに実習生を配属させんのかって、回すのかっていう話なんですけれども、これはですね、数十年後に、というか、訴えられても仕方ない事例ですね。日本人の評判、悪くしてんじゃねえよってね、潰れるべくして潰れた、まあ、ブラック企業であった、法律も守らない、企業であった、ベトナム人なら踏みつけていいって思ってたんだか知りませんけれども、まさかね、倒産の7年前からそれすら払う金なかったってことは考えにくいんでね、まるで反社のような会社だったな。実習制度が悪いよね、これね。そんな会社にでも回してやるっていうね、実習制度を、実習生を斡旋するっていう、制度が悪いよな、思うんですけれども、不法滞在者は増やし続けるしね。アイヌ関連事業に、来年度予算66億円ぶち込むんだってね、国の予算。あれ、共産党やら、反社のアンチファやらが一生懸命活動してたようなとこに、なんでそんなぶち込むんだ、いう話なんですけれども、一体ね、自称アイヌって何人いんだよって、1万人ぐらいいるの？66億円だと、まあ1万人いるとして66万円ずつ配るみたいになっちゃいますけどね。そんないるのかって話なんですけどもね。おかしな話だよな。こんなことやってっから、実質税負担率 47%、ほぼ半分税金で取られて、日本人が生活が苦しい。いつまでもなっちゃうんだろうな。自民党が悪いですよ、自民党が。共産党候補の名前、たすき、期間外使用の、選挙違反、また見つかりました。田村智子参議を添えて8月27日、調布で撮影されたものであります。田村は共産党の政策委員長なので、選挙違反、これの選挙違反は党の指示ですよね。共産党員なんか上に逆らえないんだから、逆らったらすぐ除名になっちゃうから、まあ党の命令でやってるとしか思えない。共産党が執拗に選挙違反する理由なんですけれども、暴力革命を目指しているじゃないですか。その前提として今の体制が悪いから倒すっていうのあるじゃないですか。悪くないものを倒したら、倒した共産党が悪者になっちゃうもんね。で、悪い政府が作った法律だから、悪いに違いないから守らないっていう姿勢をアピールするために、なんでかんで選挙違反するのかな。共産党員はね、この違反を見てキャッキャと喜んでんだろうか。そうだとしたらバカでよし、そんなんだから若い人に見向きもされないんじゃないでしょうか。バカは死ななきゃ治らないって言いますけれども、赤も死ななきゃ治らないんですかね。平均年齢75歳にもなってですね、バカで幼稚が是正されないんじゃね。各方面から叩かれて、私も思いっきり叩いてますけれども、名前部分がちょっと控えめになってるのが笑ってしまう。全面名前だったものがですね、ちょっと控えめに半分ぐらいしてる。信念持って選挙違反してんったら、もっと堂々と違反しろよ。卑怯卑劣なやっちゃなと思います。角丸派活動家、深山ニーナ49歳、女性ですね。大阪府警が逮捕。警察の尾行から逃れる目的で電車の不正乗車をした疑い。切符買って目的地を、乗り過ごしてずっと行って、まあ無賃乗車で逮捕らしいんですけれども、世論です。
革命的無賃乗車。昭和98年速報。昭和98年なんすか今年。すごいな。革命しないで無賃乗車は草。払わないからお金が減らない市場のマルクス主義。なんだそれ。無賃乗車こそ革命的共産主義者の活動。公安に尾行される人生。調べたら未だに5500人も嫌がる。それだけいたら理想の村作れそうだが、都市部にしがみついて無意味な活動ばかり。まあね、こういう連中って、まあパヨのことなんですけど、俺が言う綺麗事をお前らが実現しろって言うような連中ばっかりですからね。外国人不法滞在者の子供かわいそうなんつって、じゃあおメンチで引き取れ、面倒見てやれよって言うと、それはできないんだよね。俺が言う綺麗事をお前らが実現しろ、こんなやつばっかり。革命するぞって騒ぐだけの簡単なお仕事。革命ごっこ楽しそう。尾行したりされたり。革命ごっこ。革丸派の正式名称は日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派だって。なげー。どういう経緯でこういう名前になったか知りませんけど、革命的が2回も入ってんのはなんで、あまりにもしつこいんじゃない。バカだからかな。今時49歳で活動家って珍しいですね。団塊世代の親の影響もしくは、教会知能かな。おじいちゃんおばあちゃんばっかの界隈でですね、まあ娘っ子みてえなもんですよ。まだ49歳の中途、チヤホヤされていい気分になっちゃったんですかね。アイドル扱いされて、解放にはですね、革命的無賃乗車で悪辣な現体制に大打撃を与えたとか書いちゃうんでしょうかね、角丸派ね。ウミガメ林ウクライナ訪問、ゼレンスキー大統領と会談、なぜか楽天ミキタにも同行、復興事業にかませるつもりなんでしょうかね。それとも楽天モバイル事業みたいなのをウクライナでもやっかみたいな、そんな話なんですかね。世論です。利権探しの旅、楽天モバイルを売りつけにウクライナに楽天ポイントプレゼント。戦後見据えて動き出しているのか。今後は各国が仕事の取り合いになるわな。三木谷は利権あさりで、ウミガメは女あさりですかね。一般人が外務大臣に同行できるわけもなく、自民党にいくら寄付したんだろうね。奥か奥。ことなかれ至上主義の岸田派ウミガメが行けるってことはね、ウクライナ相当安全になったってことなんでしょうかね。戦争終結が見えてきたんで、その後の話しに行ったんですかね。そうすれば胸を涙目でざまあ、北方領土買ってくださいって向こうから泣きついてくるぐらいロシアが弱体化するといいですね。産経新聞、原発汚染水通と即座に処理水だって突っ込み入って困った共産党、とうとう汚染魚って言い出しましたな。バカにするような記事書いておりました。世論です。漁、偽計業務妨害罪、これが共産党の本性。汚染水がダメなら汚染魚と言い出すバカさ加減。共産主義は科学的なはずなのにどうして。共産主義は科学から一番遠い思想だよ。まあ宗教って言われてますからね。共産党員はちゃんと中国の魚食ってんだろうな。デマ工作が足りないと中共に怒られたのか。共産党は基本は頭はおかしいから、共産党になるとこんなにも頭が悪のかな。これで、漁業関係者は共産党を心置きなく末代まで呪うことができる。ツイッターには放射能と放射線と放射性物質の区別がついてない共産党員がたくさん。まあバカだって言ってるわけなんですけども、共産党まだ出間流しやってたのか。さすがしつこいのが取り柄だよな。さかなクンさんに怒られるよ、ギョギョギョっつってね。共産党員になると頭が悪くなるのではなくてですね、絶望的に頭が悪い人が共産党員になるじゃないのかな。バカじゃないとね、選挙違反にキャッキャッキャッキャと喜べないもんね。石垣市議会、花谷史郎、花屋かもしんないと内原秀俊、米軍は世界最強なのでヤンキーゴーホームと言ってもヘイトスピーチではない。って言っちゃって、何言ってんだこいつと。ヘイトにそんな定義はない。
話のすり替えがひどい。汚いロジックだな。軍隊の強弱で決めちゃうんだ。こういうダブスターだから支持されねえんだわ。じゃあ一般人が市議会議員に何言ってもお咎めなしだな。まあ強者には何言っても言って理屈ですからね。なんか脳みそと少年が腐ってますね。なるほどな。強者は叩いていい。弱者最高って革命思想だよな。金持ちはどうせ悪いことをして儲けてるんだから、暴力革命で財産奪うでも構わないっていう考えるならバカで幼稚で、根性と脳みそが腐ってんのが、まあパヨですかね。軍事費世界2位の人民軍は、人民軍は叩いていいの？だって強いんだもん。叩いていいよね。何言ってもいいよねって聞いてみたいですね。どんな面白いへりくつが危険だかね。まあ謎だわなーという話なんですけれども、こういうとこにも革命思想、強者は叩いていい、奪っていい、金持ちはどうせ、悪いことして儲けている、世界最強は何を言ってもいい、そんなわけねえべってね、バカで幼稚だな、つくづく呆れちゃいますね。というわけで、メール党員さん大募集であります。メール党員になって毎日届く頭が良くなるメールをお読みくださってですね、日本改革党をご支援ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。